今日再開されたのは輪島市の町の小学校東洋中学校の2校です。先月21日からの大雨の影響で校舎が床上浸水するなど被害が大きく、すぐに再開できる状況にないことから、隣の能登町の学校にスクールバスで通い、合同授業を受ける形での学校再開となりました。楽しみ。勉強したい。いろいろ。今日久しぶりに学校に行けて、嬉しいし、また新しい友達を作るっていうのが緊張するけど、楽しみだなって感じです。しばらく休業が続いていて、子どもたちも不安だったと思うんですけれども、今日たくさんの子どもたちと一緒に勉強できることができて本当にありがたいと思っています。学校ではそれぞれ同じ学年の教室で授業を受けるほか、給食も提供されるということです。